はい、竹内です。こんにちは、こんばんは、ということで、ですね、本日発売となります、私の5冊目の本、クッション地を読む。はい、本日ね、発売になりますね。ぜひね、お買い求めいただけたら嬉しいなという宣伝動画で、ございます。はい。本当ね、タイミング的にはね、予約が始まったタイミングですごくたくさん予約いただいたんですけど、そのタイミングで例のジャイさんの件があってですね、ジャイさんの応援だっていうことで、競馬ファンが本を、ジャイさんの本をいっぱい買ったんでね、ジャイさんが1位で僕2位みたいな瞬間がありましたけど、まあまあまあ、でも順位、今2位じゃダメなんですかって言われたらね、1位が欲しかったですけど、まあ長くね、売れる本になってくれればいいなと思います。大体僕初動だけで、はい、終わるので、普段応援してくれてる方だけが買って、その先全く売れないパターンが多いんですけど、今回はなんかじわじわ売れてくれたら嬉しいかなと思いますし、もう4冊ミリオンダラー馬券術シリーズですね、ここにある。はい、これでもう僕の競馬の本を書くのは終わりなのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあこうやって5冊目書かせていただきましたし、できればじゃあもう生涯で10冊書ければなと思ってます。はい、折り返し地点ですけどね、ぜひその折り返し地点のね、この本に清き一票をいただければなと思っております。で、まあね、1本前のですね、宝塚記念の予想している動画が1本前になると思うんですけど、まあその動画見てらっしゃった方は分かると思うんですけどね、そのまま、宝塚記念の予想動画を撮った後に撮ってるので、実はまだ発売日の2日前ということになります。なので陽気にね喋ってますけど、まあ宝塚記念でまあ大外れしてるのか当たっているのかっていうのが現在まだ分からない状態なので、なかなかねちょっとその テンションが難しいというかね、もう勝った馬イレブンベッド1等も3着以内に入れませんでしたっていう結果になった直後にこうやって本の宣伝とか陽気にしてる感じになっちゃうかもしれないですし、もしかしたらバシッと当たってね、すごいイレブンベッドパーフェクト的中をした上でもう堂々とこれを宣伝させていただいてるっていうような、空気になるかどうかっていうのはですね、撮ってる時点ではわからないんですけど、まあ、どちらにしたってね、せっかくリリースしますから、宣伝しないわけにはいけないので宣伝させていただいてるんですけど、あとね購入された方でね、Amazon のレビューですかね、星3だな、この本は星3だなと思ったらぜひ星4ですね。で、星4だなと思ったら星5、星5だなと思ったら星5、星2だと思ったら星3、星1だなと思ったら星2ぐらいにね、点上乗せして、やっていただけると嬉しいです。あと、若干毎度ね、やっぱこういう商売をしていますと、どうしても僕のことがすごく嫌いな方もいらっしゃいますので、まあ無条件で星1をつける人もいますし、で、星1っていうのは全然いいんですよ。全然いいんですけど、ミリオンダラーの何冊目だったかな、タグ付けされたんですよね。カルトって。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 カルトはない。帽子が落ちましたけどね、今後ろで怖かったな。カルトっていう、まあ、タグをつけられてしまって、で、さすがに競馬の本でカルトはないだろうと。別に私、何らかのそういう、なんですかね、その宗教のものではないですからね。で、アマゾンさんの方にこのカルトっていうのはこれちょっとおかしいんじゃないのかと、消してくれないかっていうふうにお願いしたんですけども、アマゾンさんの方からはですね、ご回答として、カルトじゃないっていう証明ができないと。カルトじゃないとも言えないので、消せませんっていう風に言われてしまいました。まあなんでしょう、悪魔の証明みたいなことなんですかね。はい。ミリオンダラー馬券術っていう競馬の本が、カルトではないっていうことを証明できないっていう風に言われたんですよ。まあ嫌がらせというか、まあ、その方は本当にカルトだと思ったのかもしれませんけど、そういうこともありますのでね、ぜひね、一点、気持ち一点上乗せしてレビュー書いていただければなと思います。本当にね、これは皆様の、助けが必要です。僕がAmazon アカウントいっぱい自分で作って書くってわけにもいかないので、ね、自作自演するわけにはいかないので、本当に普段からこのチャンネルを応援してくださってる皆さん、これまでも本買ってくれてる読者様ですね。はい、あとまあ SNS とかで仲良くしてくださってる方、もう皆さん、うちの会員コンテンツの方々、もういろんなね、方お付き合いありますけど、ぜひ、その辺のレビューのあたりもよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、そんな感じでですね、本の紹介動画、紹介っていうか、まあ、宣伝ですね、告知動画になりましたけど、下半期も、バリバリ、うちのチャンネル頑張っていきますので、まあ、いっぱい、いい情報をお届けできればなと、このチャンネルよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はこんな内容でお届けしましたが、最後にもう一回、クッション地を読む。ぜひ、買ってください。ということで、竹内でした。さよなら。